ニューストピックスですつばた町出身の大野里が大相撲夏場所で初優勝し石川で祝賀会が開かれました今回はこの話題について社会部兼運動部の田島記者に聞きます田島さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは大相撲夏場所での大野里の活躍について教えてくださいはいつばた町出身の大野里は 新小結びとして夏場所を迎えました初日に横綱照ノ富士を破るなど快進撃を続け千秋楽も勝って12勝の成績で初優勝しましたこれは史上最速記録を大きく更新する所要7場所での快挙でしたすごいですね宿泊会の様子を教えてください、はい、大野里は夏場所を終えてから初めて石川県入りしました宿泊会はホテル日光金沢で開かれ 大野里が登場すると会場は我れんばかりの拍手と歓声に包まれました、はい、壇上で優勝おめでとうなどと声援を受けると大野里ははにかんだ表情を見せて答えていました <laughs> とても盛り上がったそうですねそうですね約550人が集まり優勝を喜び合うとともにさらなる飛躍を期待する行為が飛んでいました、はい、相撲陣区や獅子舞の演舞が披露され花を添えていました祝賀会は当初 新入幕を祝おうと2月に開催される予定でしたが元日の能登半島地震で延期になりその後スピード出世で新三役昇進のお披露目の場に変更されさらに初優勝祝賀会に格上げされました大野里はどんな話をしていましたかはい、大野里は熱い祝福に終始笑顔を見せこの経験を何度もできるようにしたいと話し故郷からの後押しに応えられるよう精進を約束しました どんな歴史になりたいなりたいかという質問には可愛い系でとおどける場面もありましたそうなんです、ね、出席者の皆さんはいかがでしたかはい。大野里と一緒に記念写真を撮ったりしていました出席者からはさらに上の番付を求める声が続々と上がっていました高校時代の恩師はもっと上を目指せるとその実力に太鼓板を押し県内はもちろん県外からも多くのファンが訪れ大野里の優勝を祝っていました 避難所にも訪れたそうですねそうなんです祝賀会の前に1.5時避難所となっている金沢市の石川総合スポーツセンターを訪問しました大野里と書かれた手製のプラカードを掲げた避難者やボランティアら約100人が出迎え手を握って声をかけられた女性は感激の涙を流していました、はい、地震発生から5ヶ月が経ち大野里は15日間石川のことを思って土俵に上がった 次も優勝する姿を見せたいとさらなる活躍で被災地を元気づけることを誓っていました。はい、わかりました。今回は田島記者に話を聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。